まあ、ルマン僕もう勝てないのかなぐらい思ったんですよ。まあ、だからゴールした時に、あ、俺勝てるんや、やっと勝てた。レースに関しては本当に MVP だなと。最後逃げたらあかんなと思って。マンキそれぞれはやっぱりプロフェッショナルです、プロフェッショナルなんですけども、やっぱり、まあ、いろんな多様人種、まあ、他国の人たちが組み合わさなって、一つのチームになっているんですけども、一つになるっていうことが本当に簡単ではないんですよね。結果を出すためにはやっぱりみんなが力を合わせて勝たないといけないなっていうのが本当にできるようになったチームじゃないかなというふうに個人的に思います。まず今年10年目ということで、まあ、1年目から速さっていう部分ではすごく見せられていたと思いますし、まあ、12年のレースは僕らもびっくりするぐらいレースペース良くて、まあ、アウディとバトルをしたりとかっていうところからスタートをしたんですけれど、どんどんその新しい課題に対して、まあ、対策をして、次の年迎えばまた違う課題が起こってっていう形で、まあ、でもその全てがやっぱり僕らチーム全体の経験になっていると思いますし、まあ、その経験に対してしっかり対策をして改善を続けてきたことでの2018年以降の、優勝につながっていると思いますし、車も今年変わってどんどんやっぱり車の強さっていうところ、チームとしての強さ、車の強さっていうところを、徐々に伸ばせてきていられると思うので。ワンチームジャンボまあ、実際8号車が出てから多分1時間ぐらい後に7号車にも出始めたみたいですね。まあ、8の方が状況が悪いから、まず8で何か対処方法をやって、その間は僕ら7は、まあ、とりあえず走って、その裏ではメカニックたちがまあ、もし本当にもうどうしようもなくなったら、まあ、ポンプを変える、フィルターを変えるかなんかで準備では入ってたんですけども、上のエンジニアは絶対止めてはいけないって言ってて、でもエンジン側はいや止めないとこれやばいよっていうのを戦ってて、まあ、結局燃料吸わなくなってしまうんで、まあ、最悪戻ってこれない可能性あるんですよね、コース上で止まってしまうと。まあ、そこのせめぎ合いは多分あったんだと思いますね。ブレーキを踏む前に、まあ、いつも押さないボタンを一つ押して、でブレーキを踏み始めてから同じボタンをもう一回押して、で今度ブレーキを離す前にか、まあ、加速する前までにもう一回ボタンを押して、
っていうのを右手でボタンを押すんですけど、まあ、シフトダウンもしなきゃいけないので、まあ、ブレーキ踏みながらボタンを押します、ブレーキ踏みます、ボタンを押します、シフトダウンします、曲がります、加速する前にもう一回押します、加速しますっていう作業を、まあ、最後はほぼマイコーナーだねやってたので、はい、まあ、一応乗る前には説明してくれたんで、僕はまあオンボードを見ながらずっとやってるイメージをしながらやってきつつも、いざ乗ったらやっぱり押し忘れて加速できなかったりとかで、今度それで押せないまま止まっちゃうとまた別の操作が必要なんで、今度それをまあ無線がないともうそれで終わっちゃうので覚えて、方法って事前に準備してたのって聞いたら、いや現場で考えてっていう話を聞いて、まあ本当にびっくりしましたし、まあそのね作業のやり方を、まあ、考えてくれたエンジニアたちがまあ今年のレースに関しては本当に MVP だなというふうに思うので、まあ本当はそこに感謝ですし、まあもちろん最初からね多分チームとしてもこういうふうに対処できるような強さがあったとは思わないですし、やっぱり、ね、長年やってきている中で、培われたものではあると思うので、まあ、そこはやっぱりこれだけ続けてきたこと の成果が今年はしっかり出たのかなと思いますし、あと、まあ、たまたまね今年レース前に森蔵さんからビデオでメッセージをいただいて、まあ、それをチーム全員で見てたんですけど、本当にそれぞれ個人個人が、レース勝つために、まあ、車を最後まで走らせるために貢献できること、何が貢献できるかをしっかり考えて、思ったことは口に出してやっていって頑張ってくださいっていう話をいただいたんですけど、まあ、まさに本当にそれが形になってレース中実現したんだなっていうところでは、本当に森蔵さんのそのメッセージもすごく、それがなかったらそういうふうにね、うまいこと話がスムーズにいってたかどうかってちょっとね今思い返すと思えるぐらい、すごくありがたいメッセージだったと思うので、もうそこは本当に森蔵さんはじめ、チーム一丸となっての今回の結果だったんじゃないかなと思います。完走すらできないリスクがある中でも、なんとか、走り続けさすっていう指示を送り、その安全にまず車を止めて確実に直して完走を狙うことではなくて、走り続けながら何か何とかやる方法を見つけるっていうことができたことは、本当にこれはなかなかの勇気がないとできないですよね。だってこれが簡単に言うと逆の、結果を招き入れるかもしれない、要するに本当に2台とも止まってしまうかもしれない、そしたら2台ともリタイア、まあもしかしたらそのポンプを変えたら1時間30分でね、コースに復帰できたかもしれない、でしっかり完走はできたかもしれない、本当にここの判断って難しいと思うんですよね。でもこうやってチャレンジができるチームになったっていうのは、今後ライバルが帰ってくる、こんだけチームが強くなると本当にその結果っていうのを僕は今すごく楽しみにしてますね。僕その最後の1時間が初めてこのボタン操作の時だったんです。その特別操作をこの残り1時間でやるのかって思ったら、これちょっと不安だなって思ったんですけど、まあでもこんだけねいろんな人がいろんなことをやってて最後逃げたらあかんなと思ってって思って自分から行くって言ったものの、僕からすれば不安みたいな感じでずっと思ってました。だからもうそこはもう意地でもやろうと思って。
当に勝てて、一番自分がこう感じたのは、自分が勝って嬉しい感動とかそういう話ではなくて、まずやっぱり本当にたくさんの人の協力があって、自分がこうやって勝てた、やっぱりプラスこういうふうに、ここまでやっぱチャンスを作ってくれた、まあ、それはやっぱりそのドライバーとしてワークスで走るっていうのはもちろん夢ではあるんですけども、でもやっぱりその環境を作ってくれてる人たちにやっぱり絶対に感謝しないといけないなっていうふうに、感じました。社長森蔵さん含め、佐藤プレジデントの、応援が本当にレース中もたくさんメッセージが届いて、社長がレース後のプレスリリースでも言っていただいたように、まあ、僕は勝てなかったレースで、まあ、それは社長自身がこう申し訳ないっていう気持ちでいてくれたっていうことは、僕からすれば本当にそんなことを思ってなくて、本当にやっぱりチームを強くするっていうことが僕らの仕事でもあるし、そのドライバーって走ることだけではなくて、やっぱりそのチームを本当にもっとできることがないか、自分がまあ最大限やったかもしれないけども、もっと何かできることないかって常にやっぱり人間を考えさすポジションにもいると思うんですよね。で、まあ、自分自身同じようなことを考えながらこうやってて、まあ、結果的に4年ぐらいかかったんですけども、それがやっと答え、自分らがやってきたことが正しかったっていうことが結果に表れて、感謝の気持ちっていうのがもちろんメカニックもエンジニアも含めパートナーの人たちもずっとたくさんの人が応援してくれて、ここまで来れたなって思うので、本当にそういう気持ちでしたね。終わってみての気持ちとしては、まあ、悔しさというよりは本当にまず無事に終わってやっぱり良かったなという部分と、まあ、やっぱり今年もいろいろなことがあったので、その中でちゃんと車を、まあ、僕らのだけの力ではなくてね、まあ、チーム本当に全体の力で、車を最後まで持ってくることができて、まあ、その結果の、まあ、7号車優勝、僕らが2位という、まあ、ワンツー達成できたので、まあ、すごくすがすがしい気持ちですし、まあ、ドライバーとしてはやっぱりやることはちゃんとやれたというところと、まあ、チームとしても、まあ、困難を乗り越えて、しっかりフィニッシュできたので、まずはそこが一番大きいと思います。やっぱりこういうチャレンジをすることによって日本の技術っていうのを世界に見せつけることもできると思うし、まあ、僕もこういう世界へ飛び込みたいって思うような少年が一人でも出たら、僕は本当にやってきて価値あるなって思うんですよね。未来への挑戦でもあるし、これからも引き続き応援を、そしてサポートもお願いしたいなと思います。